アリってどうして行列を作るの？みんなこんにちは、ハテナくんだよ。アリってどうして行列を作るんだろう？今日はアリさんにお話聞いてみたよ。お願いします。こんにちは。僕は働きアリ。僕らは巣を離れて遠くまで行ってもちゃんと巣に戻ってくる。でもどうして道に迷わないのかって？それは匂いさ。僕らはお尻から特別な匂いを出してこの匂いをたどって帰るんだ。この特別な匂いをフェロモンって言うんだ。僕らはこのフェロモンの液を出して来た道に匂いをつけるのさ。帰りはこの匂いをもとに帰ればいいんだ。また僕らは餌を見つけても他の仲間にわかるように匂いをつける。みんなここに餌があるよって。そうすれば他のアリだってその匂いをたどって餌にたどり着くことができるでしょ。そのアリがさらに匂いをつける。こうしたことを何回も繰り返すうちに匂いも強くなって多くのアリが行列になるってわけ。僕たち働きアリが行列になっているのもそういうわけなのさ。また僕らは匂いで会話もする。ここに餌があるよ。危険が迫ったよ。結婚してってね。さて僕はこの砂糖を巣まで運んでる途中だった。まだ仕事があるんで悪いけどまたね。アリさんどうもありがとう。匂いでいろんなことができるなんてびっくりだね。今日のまとめ。アリは匂いを出して餌の場所を教えたり会話をする。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。